泉騒動は、商法元年3月10日に、現在の栃木県焼田市にあった泉城で勃発した事件。江戸幕府の旗本であった岡本義政が、叔父の岡本保津を喧嘩を装い殺害し、岡本氏が解役されるきっかけとなった事件である。岡本義政の父、吉安の時代、那須の足の領主足の死体に、 後継ぎがいなかったので、死体は吉康に、吉康の次男万吉に、養子縁組を申し入れ、吉康もこれを受諾し、一旦は、養子縁組の話が成立した。しかし、死体の家臣たちはこれに反対し、死体の飛び治療である、芳賀郡赤羽村の庄屋の娘との間にできた書士を、後継ぎにするべきとして、死体はこれを受け入れ、この実施を、足の左近と名乗らせ、 後継とし、岡本家との養子縁組の話を一方的に破断にしてしまう。これに激怒した吉康は、岡本家と万吉の面目を立てるため、同じく男子がいなかった弟の保身の娘と万吉を結婚させてその後次とし、万吉には、吉康の領地より仙国を分治して持たせ、保身の領地の仙国と合わせて二仙国の江戸詰めの旗本にして死体を見返そうとした。 シュタインの国高もほぼ同じくらいであった。これを保身も了解し、幕府への分地願いも出したが、それが受理される前の寛永18年12月29日、吉安が没し、この話は一旦延期となる。もっとも、この話にはそもそも無理があった。岡本家の領地は4370国であったが、岡本家には60から70人とも言われる家来が、いたが、 財政的にかなり苦しく、戦国も分地すれば、財政的に破綻に近い状態となるのは明らかで、あった。そこで吉安の後を継いだ吉政は、この財政事情を考え、叔父の法まがいなければこの話も破綻となり、うまくやれば保身の領地である戦国を追い当時の関係で相続することができると考え、保身の殺害を画策し実行するのである。 泉城の堀邸道吉政は、自分が領地に帰っている時に事件が起きると幕府から疑われるため、自分が江戸詰めの時に家来を泉城に送り込み、事件を装い、保身を殺害しようとした。三つ目を帯びた浅間主税と火山重太夫は最初は、実行に躊躇するが、江戸表からの再三の催促により、商法元年3月10日、那須のに高がりに出ていた。 保身を、奥方様が用事があると泉城に来ていると偽り、泉城にやってきた保身を気打ちにて喧嘩を装い殺害し、二人はそのまま、祝典する。保身は、小立ち使いの名人で武道に長けた人であったが、主君の城である泉城に入るということで刀をおけらいに預けてしまっていたため、抵抗も虚しく殺害されてしまったのである。保身の亡骸は、 即日葬られてしまい、保身の一族のものは、保身の亡骸に合わせてもらうことができなかったものと見られる。そのため、保身の妻の兄である、羽賀群王や津村領主専門長勝は、武道に長けた法魔が、おめおめと殺害されるわけがないと、暴力により殺されたのだと幕府に訴え、一方で、吉政も長勝と福原助盛の影ごとであると反論。泉騒動は、 幕府表情書にて審議されることになる。当初は、吉政の弁説がたけ、吉政優位で審議は進められていったが、審議の最中の吉政にとっては、晴天の霹靂とも言える不測の事態が発生する。その年の7月10日に、幕府の大老、同意都市活が没したのである。これにより幕府はこの事件に構っていられる状態では、なくなり、9月2日、 喧嘩両成敗とばかりに、岡本家と訴訟を起こした千本家の両家に改役、福原助盛に実居処分を言い渡し、また、吉政を九州久留米藩にお預けとして、事件を片付けてしまったのである。同年9月19日、幕府上司、小倉中江門と石川矢左衛門に泉城が明け渡され、岡本家は改役。岡本家の家臣のうち、 54人が武士を捨て機能することになった。吉政は27年間久留米藩に預けられた後に斜面となり、枝の上の広工事の屋敷を買い住み、ここで一生を終える。吉政には義重という着難がおり、義重は母方の実家である森田大田原氏に預けられて、義重自身は後に父義政と共に江戸に暮らすが、その子孫は、 森田の地に戻り、子孫を残している。また万吉は、騒動の翌年に18歳で没し1から2年事件の結婚を待っていれば、問題は自然解決していたという皮肉な結果となった。一方で、実居処分を受けていた福原助盛は後に許されて、処分を解かれ、また改役されていた千本長勝も蔵舞500票の、 倉間一行を与えられ、旗本の職務に復帰することを許されている。保身の墓については、岡本家の菩提寺である、鏡山寺ではなく、泉城の北側にある保身が回帰となった、随運院にあったものと思われるが、今は遺反のみが伝わり、墓は残されていない。ありがとうございます。